面白い歌まとめ誕生日のグラスジョブ。今日は僕の誕生日だ、やったー、今年も一人で過ごすんだ。え、嘘、フラッシュモブ、え、誰からの、え、誰からの、今日は何の日、え、今日は何の日、今日は僕の誕生日、それでそれで、プレゼントをもらうんだ。デュエデュエ、集まってきた。僕はおもちゃ、俺は車、私は煮干し、あなたは、え、いや僕はもらう側なんだ。あなたは、あなたは、え、僕はプレゼント、ラララ、おめでませございます、おめでます、北極寒いよね、あなたは、あなたは、え、いやもらう側なんだ。あなたは、あなたは、え、僕はプレゼント、ラララ、おめでませございます、プレゼントもらう歌を歌わせて、北極寒いよね、なんだけど、あなたは、あなたは、いやだからプレゼントもらう側で、ラララ、おめでませございます、今日は彼女にプレゼントを渡すんだ。急なドッキリに喜んでくれるかな。ね、ねえねえ、どうしたの。実は、え、え、な、なになに、え、やだ、フラッシュモブ嬉しい。フラッシュモブ知らない。今日は何の日、え、今日は何の日、今日は3ヶ月記念日、それでそれで、プレゼントを渡すんだ。デュエデュエ、集まってきた。僕は魔法使い、俺は戦士、私はナオミ、あなたは、え、僕はプレゼント、ラララ、おいでませ、岡山、南極寒いよね、あなたは、あなたは、どういうこと、え、何の歌、あなたは、あなたは、僕はプレゼント、ラララ、おいでませ、岡山、プレゼント歌わせて、てか南極寒いよね、何の歌なんだそれは、あなたは、あなたは、いやだからプレゼント、ラララ、おいでませ、岡山、プレゼント渡さすんだ。コンジャソー、皆様には、マンボウに、勤めていただきたく思っております。わかりました、大臣。5分後。マンボウ、あなたも私もマンボウ、マンボウ、隣のおばちゃんもマンボウ、マンボウ、マンボウって一体何なのよ。決まってるでしょ。はい、マンボウに勤めてます、大臣。拡大によりさらにマンボウに勤めていただきたく思っております。わかりました、大臣。あなたも私もマンボウ、マンボウ、隣のおばちゃんもマンボウ、マンボウ、マンボウって一体何なのよ。決まってるでしょ。はい、これでいいですか、大臣。そういうことではなく。わかりました、大臣。いや、わかってない。あなたも私もマンボウ、マンボウ、隣のおばちゃんもマンボウ、マンボウ、マンボウって一体何なのよ。決まってるでしょ。はい、違うので、わかりました、大臣。いや、あのね、あの違う。あなたも私もマンボウ、マンボウ、隣のおばちゃんもマンボウ、マンボウ、マンボウって一体何なのよ。決まってるでしょ。もう大臣を変わってほしいで。わかりました、大臣。あなたではない。あんたも私もマンボマンボ、隣のおばちゃんマンボマンボ、マンボって一体何なんだよ。決まってるでしょ。スパイテクチーム、俺たちもライブ中止にしなきゃダメか。お、無観客ライブ、スパチャ1億、すげえ。よし、俺たちもお金積んで撮影隊呼んで無観客ライブするぞ。おお、お前ら盛り上がってるか。はい、よし、行くぜ。ワン、ツー、スリー、フォー。俺たちゃ、俺たちゃ、ばあちゃん、俺たちゃ、俺たちゃ、じいちゃん、俺たちゃ、俺たちゃ、母さん、俺なんだぜ。イェイイェイ。俺たちゃ、俺たちゃ、ばあちゃん、俺たちゃ、俺たちゃ、じいちゃん、俺たちゃ、俺たちゃ、母さん、俺の名前は俺だぜ。はい、ありがとう。視聴者は一人、やったー。スパチャは360円、よっしゃー。今日は豚麺だー。イエーイ、やったー、やったー、やったー。ポケモン、今日はポケモンの新作発売日だ、やったー、やろう、ポチッ。
しは博士、東大での博士じゃ。えらいんじゃ。この中にかわいい3匹がおるじゃろ。これはわしのじゃ。だからお前はこいつを持ってけ。よろしくお願いします。早速旅に出るのじゃ。行け。すいません、最近足の筋をちょっとやってしまいまして、あんまり早く歩けないんですけど、いいですかね。整体の先生にもあんまり激しい運動は良くないって言われまして、座り作業が多かったからかなと思うんですけど、まあ、でもアルバムの作曲がずっと。あー、シャドウ兄さん、みんなこんにちは。歌のお兄さんだよ。バク転したよ。体操は別のお兄さんの専門なんだよ。バク転したよ。いや、体操はね、専門外なんだ。バク転、バク中、バク中、バク中。みんな歌は好きかな。好き。かわいいな、この野郎。よし、それじゃあみんなでカエルの歌を歌おう。はーい。カエルが Yeah, here we go。 未来あるキッズたち、創造性を膨らませて、カエルは一体どうやって鳴くんだ。子供たちをさ、聞かせてくれ。Yes, マッチョ、筋肉があれば健康になるけど、暴力じゃ何も解決しない。カエルの歌から平和になるんだ。ピースフルにさ、歌おうぜ。はい。歯磨きできるかな。哲也、55歳。歯磨きできるかな。歯磨きできるかな。おじさんでもできるかな。追いついても我慢して歯磨きできるかな。おじさんでもできた。仕上げはお母さん。フレンズバイトラジオ。ヘイヨ、お前が地元のナンバーワンラッパーパンティキングか。俺とラップバトルしろ。ヨヨヨヨ、チェックチェック。あ、お前の価値俺に見せてみな。けどお前に価値は譲らない。どうよ、お前のパンティ見せてくれ。おお、パイ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 パピー、パイ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 パピー。なんだ今のは。全部韻を踏み上がった。でもなんか聞いたことあるぞ。お前の実力へぼっち、けど俺はいつも一人ぼっち。おお、どうよ、お前の熱いパンティ持って見せてくれ。おお、サイ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 。終わり、終わりなの。どういうこと。もうパンティが熱すぎて俺の負けだ。さすがはパンティキング、弟子にしてくれ。人違いです。人違いです。パンティキング違います。誰ですか。安藤です。こんにちは。こんにちは。マスクプ。マスクどこにも売ってないな。あ、最後の一個だ。やったー。全面マスク？口開いてるし。とりあえず買ってしまった。まあないよりマシか。よいしょ。わー、絶好調。止まれ変態。止まりなさい変態。あらやだ、カモンミュージック。怖い顔してたらどんどん病気になっちゃうわよ。そんなことより笑うことの方が健康第一。歯がんだティッシュで笑えるようになろうぜ。歯がんだティッシュで、オーイエー。歯がんだティッシュで笑えるようになろうぜ。歯がんだティッシュで、オーイエー。今日は
ポッキーの日だ。 SNS にあげよう。今日はポッキーの日。プン、ポチャリ。ポッキーの日は自撮りアップして、承認欲求満たせる坂の日。 Yeah! 出た出た、承認欲求の塊とか言うやついるけど、承認欲求のない人間なんて 99% いない。 Yeah! 俺とお前らを一緒にしたいでくれる気もとか言うやついるけど、承認欲求が満たされてないやつ、俺他人が羨ましくなる。あ、違えし、君の心の中の言葉がベーッと叫んでる。 Yeah! 承認欲求、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 ポッキーの日最高。 Yeah! 承認欲求、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 ポッキーの日最高。 Yeah! Yeah!ゴールデンウィーク、イエーイ、今日からゴールデンウィークだ。会社が休みだ。よっしゃ、嬉しすぎて踊らずにはいられんでさ。ゴールデンウィーク、今日からゴールデンウィーク。今年の連休は何をしよう。やっぱりお出かけ花畑。そんなことより、ソウエペックス、ボン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 、ソウエペックス、ボン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 、ソウエペックス。やっぱりこもるの良くないわ。お外に出かけて運動しましょう。ドラマに出てくる川沿い走っていい汗かいて、ソウエペックス、ボン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 、ソウエペックス、ボンボン。